私今フクロムジナを探してるんだ。フクロムジナがどこにいるか知らない？フクロムジナ？え、聞いたことないのかよ。強くてずる賢い大妖怪なんだ。いろんなものに変化して神出鬼没で人を騙すんだよ。俺んちの米もフクロムジナに食われたことあるぜ。それに父ちゃんも奴に蹴られて川に落っこちたことあんだよ。いたずらが好きなやつみたいだな。追い払う方法が分かったんだ。それに父ちゃんがフクロムジナは家に帰らねえ人をいじめるって言ってた。だから追い払えばずっと外で遊べるようになるだろ。でもすごい妖怪なんだろ。怖くないのかよ。お父さんやお母さんが心配するぞ。平気だけど。今日もフクロムジナ探しに行くっつったら父ちゃん何も言わなかったし。あ、もしかしたらフクロムジナは今弱ってて隠れてるのかも。うん、それにフクロムジナの妖力が回復する前に家に帰れば大丈夫だよ。なんか変じゃないか。うまく言えないけど。ああ、フクロムジナって物語の中にしか出てこない気がするぞ。真実を話してやろうぜ。無意味なことをしなくても済むように。聞いてくれ、フクロムジナなんて探さなくてもいいんだ。そんなの元から存在しないんだから。え、本当に？そんなことない。父ちゃんは嘘ついたりしねえ。お前らの家族はただ心配で遅くまで外で遊ばないよ、そう言っただけだと思うぞ。ちげえよ、フクロムシナは絶対にいる。そうそう、ヨイミア姉さんが武器まで用意してくれたんだ。妖怪を追っ払う方法も教えてくれた。ヨイミア姉さんってあのヨイミアのことか？フクロムシナのことはヨイミアお姉ちゃんに話したら怖ないでって言って追い払う方法を教えてくれたの。それからずっと機会を待ってたんだ。そしてついに今日、フクロムジナを追い払うのにいい日だってヨイミヤ姉さんが教えてくれた。そうだ、ヨイミヤ姉さんはいつも遊んでくれるし物語も聞かせてくれる。嘘つくわけねえ。そうなのか。もういい、みんなヨイミヤ姉さんとこに行こうぜ。おいおい、待てって。まずい、怒らせちゃったぞ。ただ心配していただけなのに。ヨイミヤって言ってたよな。追いかけてみようぜ。はいはい、そう悲しまんといてえな。きっと冗談や。フクロムジナがおらんわけないやろ。でも今までフクロムジナを見たことないし。そら、フクロムジナは偉い大妖怪やさかい。その偉い大妖怪をあんたらが退治せんとな。あ、うん、焦ったりへこんだりすることあらへん。立派な英雄になるためにも知恵と根性を忘れたらあかん。今はいなくても花火大会が始まる前には必ず現れる。そんな時はヨイミヤ姉さんのとこまで武器を取りに来るんやで。ええか、ヨイミヤ姉さん特製の花火ならフクロムジナなんてちょろいもんや。家も畑も父ちゃんも母ちゃんもみんなあんたらが守ったり。わかった、ヨイミヤ姉さんがそう言うなら僕たち信じるよ。あ、ちょっと待ちや。この短冊を一枚ずつやるさかい、帰ったら父ちゃんと母ちゃんに渡しで、大事に保管するよう伝えといてや。ヨイミヤ姉さんからって言うたらわかるさかい。わかった、ありがとうヨイミヤ姉さん。そろそろ帰れよ。ありがとうヨイミヤお姉ちゃん、また一緒に遊ぼうね。ああ、約束や。ほな気ぃつけて帰り。やっぱあんたらか。子供相手に何言うとんねん。
まあええわ、別に責めるつもりはあらへん。袋ムジナは子供に大人気やから、そう簡単に否定されたらそりゃ怒るわ。ってことはやっぱり袋ムジナは嘘なんだよな。そうや、うちも最初から子供が遅くまで外を走り回らんよう親がでっち上げた妖怪っちゅうことは分かっとったで。せやけど子供に聞かれた時ほんまのことを言えんかった。逆に袋ムジナは可愛らしゅうて人を傷つけへんいたずらっ子やって言ってもうた。あの子らが今信じとるんはほぼうちが教えた作り話の方や。全部お前の作り話なのかよ。言いたいことはわかるけど、うちが否定するわけにもいかんのや。遅くまで遊ばんようにする他にも親御さんに別の考えがあるかもしれへんやろ。何もわかってへんのにズバッと袋ムジナなんておらんって言うてもたら逆に迷惑をかけてまうかもしれへん。それに子供にとって真実なんて関係あらへん。楽しむことが何よりも大事なんや。うちかて空想の産物に憧れたりする。燃やすと虹色の光を放つ非紋石とか、山奥に隠された秘境に導いてくれる群れとか、どれもうちの妄想やっちゅうのは知っとる。せやけど信じたいんや。もしドアホーそんなもんあるかっちゅうやつがおったら、あっかんべーしてドロンコ投げたる。そんな人嫌や。せやろ、どれも妄想やったとしてもかっこええしロマンがある。他人に否定されるんは悲しい。子供の頃に信じたもんは大人になったらかけがえのない宝物になる。あんたらも子供の頃は悪霊を退治する勇者とか闇を切り裂く聖剣とか信じとったやろ。それと同じや。幻想が崩れ去ったら次は何を教えるんや。稲妻の鎖国の歴史、それともメガリレ。どれもまだ子供には早いやろ。そうだな、オイラもまだ早いと思うぞ。理解できんくてもええわ。とにかく安心し、うちがちゃんと子供たちの安全を守ってるさかい。ほな、うちもそろそろ帰るわ。長野原花火大会がもうすぐ始まるさかい、忙しいんや。長野原花火大会？お前の店が主催してるイベントか？そうや、うちの名字が入っとるやろ。稲妻では結構有名なんやで。あ、せや、これから予定あるか？なかったら見てってや。うちがおっきい花火準備したるさかい。ほな、まずは店にいる父ちゃんのとこに行こか。実はまだ完成してへん花火があるんや。父ちゃん、ただいま。もうじき花火大会や。各家庭の花火はほぼ準備が終わったら。あ、こちらのお二人はお友達か、それともお客さん。どっちもやろか。最近ここいらに来たばっかりなんや。ほんで稲妻に来たからには花火を見てもらわなあかんと思って。そうか。それよりも父ちゃん、聞きたいことがあるんやけど。昔々。あかん、勝手に始めてもうた。堪忍な父ちゃん、前に怪我してからずっと耳が遠いんや。でもさっきは会話が微妙に成立してたよな。ほんで長い時間かけて人々は理解した。ある鉱石を研磨することで出てきた粉末を燃やすと綺麗な色に光るってな。父ちゃん、父ちゃん、ちょい待ち。あ、どないした。こないだ注文した花火の材料もう届いとるか。昨日の花火なら全部出荷したで。一昨日のも先一昨日のも。ちゃう、材料や材料、こないだ注文したやつ。今日の分もぼちぼち仕上げや。心配せんとき、腕までは年取ってへんから。ちゃう、材料やって言うてんねん。
花火の材料鉱石。何やで？材料の鉱石。あ、鉱石か。そうだそうだ、鉱石。ごめん、興奮してつい。材料ならまだ届いてへんで。さっき担当の者が竜追いに来たんやけど、よう聞こえんかったわ。かまへん、それさえ分かれば十分や。ちゅうことはまだ完成しそうにないな。父ちゃん、後で届いたらちゃんと受け取っといてよ。ああ、任せとき。ほんまごめんな、うるさかったやろ。うちの父ちゃんになんか聞くといっつもこうなんねん。せやで、父ちゃんいい人やからみんなに慕われてるんや。父ちゃん耳が遠いから何言われても文句言わへんし否定もせえへん。笑うてばっかや。子供の頃はうちの話すことをちゃんと理解しとって何を話しても肯定してくれてると思っとった。ほんでいろんなことを父ちゃんに話してたんやけど、後になって父ちゃんが笑うとったのはただよう聞こえへんかったからやって知ってな。せやからうち毎日父ちゃんに話しかけるようにしとるんや。え、普通逆じゃないか。父ちゃんが笑うとこ見るとうちも嬉しいからや。それに父ちゃんも寂しくならへんで済むやろ。せやけど花火大会が目前やのに材料が届いておらんとはな。なあ、よいみや、帰ってきたのか。え、びっくりした。勝手に喋ったらあかん言うたやろ。ごめん。ちょい待ち、今行くから。用事があるんやったらそれわしには時間も。誰も見てへんな。出てきてええよ、こっち来。天領奉行の連中にバレんでよかったわ。バレとったらうちら大変なことになっとったで。悪かったよ、君が帰ってきたと聞いてつい。気にせんといて作次郎、ここまでは計画通りに進んどる。これから花火の材料を探しに行くんやけど、ついでに船の件も何とかしたる。前に約束したやつや。ありがとう、こんなによくしてくれて。昔の常連さんで稲妻の外におったんやけど、数日前に帰ってきたんや。ただ密入国が。お尋ね者。声でかすぎや。誰が聞いとるか。もし捕まったら何かしらの罪に問われる。せやから何とかして船で逃がしてやりたいんや。危ないのは百も承知や。もし船がひっくり返っ、今の稲妻は危険だって分かってたんだろ。それはやらなくてはいけないことがあって帰ってきた矢先、信じがたい変化をたくさん耳にした。これ以上宵宮と龍之介さんに迷惑はかけたく。平気平気、そう気にせんといて。うちも言うたやろ、長野原の短冊を持ってる限り。短冊？そや、うちで花火を作ってお祝いしたいっちお客さんにあの短冊を渡しとるんや。短冊には長野原家のものしか読まれへん花火の作り方が載っとる。その短冊を見たら10年後でも100年後でも当時と同じ花火が作れるんや。おー、すごいな。代々伝わってきたもんやさかい。常連さんは当時僕の親が龍之介さんに花火を注文したんだ。あれから、あの頃はこんなことになるなんて。そう気落ちせんと。船での脱出は最後の手段にして、他の方法、原因は何であれお客さんが頼ってきたんや。失望はかたじけない。これでもうええから今は隠れとき。ああ、
すまない。稲妻出身。せや、あんたらも最近稲妻に来たんやろ。どないして許可をもろたんや。それから勘定奉行にいる柊千里に手伝ってもらって。なるほど、お偉いさんの助けがあったんか。まったく、奉行衆のやつらももうちょい融通を聞かせてくれて。あんたらが旅してきたとこは稲妻と全然ちゃうんやろ。まあとにかくさ、すまんな。花火を面倒やと思うたら、後でまた来てもかまへんから。うち一人で材料とふ、よかった。小一、どうや、船の件は順調か。ああ、問題ない。ただ、奉行の目をごまかすのは難しいだろうけど。待った、見ない顔がいるが、大丈夫か。大丈夫や、うちの友達やさかい、信頼してくれてええで。うちらみんな船の件で来たんや。おお、オイラたちも仲間だから。なるほど、悪い、疑うつもりは。え、どうして。鎖国令があるからな。天領奉行は船に敏感なんだ。小さな船でも。分かっとる、すまんな、あんたも。なんだよ急に。お前の役に立てて今持ってくるから、ちょっと待ってな。うん、お気に。途中うちの店に寄って花火を持ってってな。ああ、ちょうど花火大会も始まるし、お前の新しい友達に稲妻の伝統を。そのつもりや。ああ、せや、せっかくやから。おっと、これは長くなりそうだな。その話は先に船をここまで。おちゃあ、せやな、つい話し込んでしまうところやった。宵宮は他にも用事があるだろう。ま、高一に言われてへんかったら大事なこと忘れるとこやったわ。ここ最近花火作りで忙しくしとったさかい、おしゃべりする時間がなくて我慢の限界やったんや。父ちゃんはいい話し相手やけど、耳のこともあるし、新鮮な反応を見るんは難しいやろ。また話が脱線してもうたな。高一が船を取りに行っとる間に花火の材料を探しに行こか。あんたらの分だけやのうて、袋むじなを探しとった子供と作次郎の分もあるさかい。材料気にせんといて。毎年似たようなもんや。途中で追加中、お祝い事があるさかい、みんな花火を求めとる。それを逃。でも、お前は。もちろん楽しんどるで。花火師の家に生まれて、ちっちゃい頃から、このドンって爆発する感覚に夢中やった。とにかく、うちの心配はいらんってことや。すまへんすまへん。花火みたいに話の種もあっちゅう間に消えてまうやろ。次は城内を回ってみようか。知り合いのところを渡ってみるさかい。こんちは、森彦さん、仕事はどうや。よいみやちゃん、用件は言わなくても大丈夫。花火。え、ほんま。な、花火大会の時期になると、いつも材料になる鉱石について毎年花火の追加注文を受け。そっか、気にしないでくれ。たとえ商売はやめても。よいみやちゃん、それでこちらのお二人が今回の注文者。この前俺が息子と喧嘩した時、俺は息子と話すのが下手でね。そんなことあらへん、あの子繊細やから。森、もうちょいにっこりしてみたらどうやろ。ほなら息子。そうか、普段から厳しく接しすぎてたのかもしれないな。外で他の人と話す時はもう少し。そう思い詰めんといて。誰に、花火の注文やなくてもかまへん。あ、そうさせてもらうよ。鉱石は持って行ってくれ、モラは払わなくて大丈夫だ。え、あかん、絶対あかんよ。構わんさ、俺からの。せやけど借りができても、商売には商売の掟があるやろ。そう言わずに受け取ってくれ、まだ仕事があるんだろ。ほなら、モラの代わりにとりあえず帳簿に書いとくわ。今度花火を割引したる。お前って子は本当に。なら、宵宮ちゃんの好きにするといい。それと
お父さんにもよろしく伝えといてくれ。ああ、森彦さんも仕事ばっかりしてへんで、体に気ぃつけてな。よいみや、人気だな。同じことを前にも言われたことあるで。うちがせやから、待ち、こんなん花火屋の仕事やないやろって言い返したんやけど、みんな全然聞いてくれへんのや。仕方あらへん。まあ気にするほどのことでもあらへんしな。とにかく鉱石も手に入ったし、あとは職人さんに加工してもらおうか。材料の問題はこれで解決やな。先生。あ、よいみや。どうせどうやら花火大会の時期によいみやが忙しいのはみんな知ってることみたいだな。悪いけどちょっとだけ待っててくれる？今武器の注文が溜まってるんだ。かまへん、平気や。あーちゃうか、全然平気ってわけでも。ほんなら手伝ったる。ここの武器が全部完成したら鉱石の加工をしてくれるってことやろ？そうだね。でも師匠に聞いてみないと。大丈夫やんな先生。長野原花火大会が時期に始まるし、先生も分かってくれるやろ？まだ完成してへん花火がぎょうさん残っとるんや。もし間に合わへんかったら。相変わらず口うるさい小娘じゃ。雨の魔流では全身全霊の力をもってして鉄を打ち続けるため忍耐を必要とする。焦って撃てば刀に悪影響を与えてしまう。よそ者が隣で催促しても初めの心を乱すのみ。ですがもうすぐ長野原花火大会ですし。じゃから鉱石はわしに任せろ。お前は仕事に集中するんじゃ。師匠自らですか？そう大声を出すな。今はこれしか方法がなかろう。おおきに、先生助かるわ。気にせんでよい。長野原花火大会がどれほど重要なものかわしもよう知っておる。龍之介にも世話になっとるしな。無視はできん。にしても小娘、今後はもっと計画を立ててから行動しろ。毎度騒ぐしくてかなわん。気ぃつけるようにするわ。これからは。小娘が気をつけたところで、とにかくそこです。さすが先生、この粒の形とキメの細かさ。うまいこと言葉が見つからんけど、すっごい綺麗やわ。久しぶりに道具を手にしたっちゅうに、この手。当然じゃ。ずっと昔から天目流と長野八。最初はわしの師匠と龍之介の父親じゃった。代が変わっても始め、これからはお前がこれを作ることになるぞ。はい、分かっています。ほなうちは邪魔せえへんように退散するわ。花火見に来てな。よし行くで。次は高一んとこに戻るか。まだ戻ってへんかもしれへんけど、先に行って待っとこ。ちっちゃすぎるだろ。一応これでも俺が用意できる船の中で一番でかいんだ。まあ正直こいつであの雷雨に。これは最後の手段や。うちかて作次郎をこれに乗っにしても高一。勘弁してくれ。全部仲間たちのおかげ。バレないようみんなで作業を分担して、大きさはこれが限界。これ以上大きく。わかった。ほな船は一旦ここに隠して、うちらは作次郎にこのこと。だんだん不安になってきたぞ。こんなことしたらお前も共犯扱いで天領奉行に追われるんじゃないか。せやからなんや。この件に低下したと、うちはシャブ業とよう協力しとる。
稲妻で何らかおとなしくしとけば、そうちょっかいは出して。それに共犯言うたら、あ、そうだな、今さら抜けたって手遅れか。わ、おお、経験者やったんやな。ほな小一、花火ももう完成しとるから出会いとると。モラならいいって。それにお前にモラを支払わせ。姉さん、うちが説明したる。うちも父ちゃんから聞いた話なんやけど、当時同じ時期に子供が十数人生まれてな、その子らは幼い頃から親に商売を叩き込まれてきた。みんなえらい仲良しやったらしい。ほんである日、みんな独立して新しい。でも商人やからあちこち行かんとあかんやろ。そして一番上の兄さんが。みんな高い志を持っとって、全員揃うんは無理やけど。ああ、親しい人、あの頃の思い出は。なるほど。よ、そうや。せやから、みんなの花火への期待。ほな、作次郎が待っ。ああ、俺もここから。船は用意できたで。場所は地図に印つけといたから、確認しといてや。それと、食料と水を用意しとき。そない。うん。でも、せっかく帰ってきたんだ。もう逃げたくない。それに。せやけど、天領奉行に捕まっても、結末は遅かれ早かれ、ここにも天領奉行。すまない。本当に奴らがここまで来たら。謝らんといてや。万が一の状況に、ほんまに天領奉行に追い詰められた時は。うん。絶対につ。でもこのままじゃ。こうまでして稲妻に帰ってきたのには。昔の僕は稲妻が嫌いでこの国を離れたんだ。そのことに気づいてからずっと心がモヤモヤ。いや、もう手遅れなんだ。心残りを埋めようとした結果。そっか、おいらたちがも。ほんま、鎖国なんてなければええのに。大丈夫や、せかしたりせえへんから。あんたが天領奉行。あ、嘘や、常連さんの中に老夫婦がおったな。だ、とりあえず会いに行ってみるか。でも通報される可能性もないか。心配あらへん、めっちゃいい人やから大丈夫や。あんたは部屋に隠れとき、うちらがパパッ。さあ急ぐで。あかん、まだ花火と花火の材料と注文がぎょうさん残っとるんやった。父ちゃん、父ちゃん。あら、よいみやちゃん、いらっしゃい。どうぞ上がって。お隣の方は。そや、遠いとこから来た旅人や。そうだったの。今は大変な時代だもんね。せやな。それと二人の花火。おお、ありがとう。毎年世話に。生きてるうちに長野原花火屋の時期。大丈夫やって、まだまだぎ。でももう昔ほど。昔は田植えをしたり水を運んだりしても大丈夫だったのに、昨日も雑草を抜こうとしたら腰を痛。そうやったんか。大丈夫だよ、お茶とお菓子を持ってくるからゆっくり話。気にせんといてよ、昔もよくお手伝いしとったやろ。最近は花火た。そうそう、おいらたちにとって。まあ本当にいい子たちね。うちのことは大違い。いいと。それじゃあお言葉に甘えて手伝ってもらおうかし。わかった。ほな、いて、ついてきてくれるか。じいちゃんもばあちゃんも足が悪いんや。草刈りしたら大。ダメだ、サトルおじちゃん。最近調子ぼちぼちだよ。特にみんなのおかげや。それに商売も順調でな。こないだリーウェにおろした花火が大好評やったみたいで、注文が増える一方や。大変そうだな。龍之介さんと二人でやっていけるのか。無理そうだったら俺に言って。平気や、花火の子。そうそう、これ香里ばあちゃんからのお届けもんや。大。おお、ありがとう。む、香りおばさんの食べてから
その家族はみんな元気か？ああ、みんな変わりないよ。そばにいてくれれば喧嘩したっていい。離れ離れになるよりマシさ。今谷さんとこはおじさんもおばさんも仲がいいけど、子供がめったに帰ってこないからきっと寂しい思いをしてるだろうな。見た感じ平気そうやったで。もう慣れてもうたんやろな。せやけどおじちゃんが言うことにも一理あるな。これからはもっと遊びに行くようにするわ。話し相手がおったら寂しさも紛れるやろし。ああ、今田村のみんなも宵宮ちゃんが来るのを楽しみにしてる。なんや照れるな。若い子はすごいね。こんなに早く終わらせちゃうなんて。若者は体力があってお年寄りは。そういえば今年で夫婦生活も50年目だな。ええ、一年ただ前を向いて過ごしていたらいつしか50年も経ってたわ。50年？そんな大事な日なのか。50年前、母さんが俺を追いかけてた頃が懐かしい。もう何でたらめ言ってんのよ。あなたが私のことを追いかけてたんじゃない。そうだったか。まあとにかく50年前の長野原花火大会で俺は母さんに結婚を申し込んだんだ。そして今こうして一緒に過ごしてる。本当は結婚を申し込む勇気がなくて不安な気持ちのまま長野原に花火を頼んだんだ。花火が打ち上げられた瞬間もどんな言葉でこの気持ちを伝えたらいいのかわからなかった。でも空に花火が咲いて彼女の横顔を眺めていたら、その目に映る光がキラキラと綺麗で、気づいたら自然と言葉が出ていた。そして幸いなことに俺の申し込みを受け入れてくれた。この50年、長いようで短かったわ。あっという間だったわね。共に歩んできたこの50年、ちゃんとお祝いしないと。50年の節目やって知ってたらもっと豪華な花火を用意しとったのに。大丈夫よ、昔のままの花火で十分。毎年花火大会で同じものを見てきたから逆にそれじゃないと寂しいわ。花火を見るとあの日のことがよみがえるの。こんなおばあちゃんになったけど過去の自分の判断に一度も後悔なんてしたことない。本当に仲がいいんだな。そうだ、俺たちのことはさておき、今は花火大会で忙しい時期だろ。何か用があったんじゃないか。あんな、実はちょっと言いづらいんやけど。作次郎が帰ってきたんだな。え、知り合いやった？うちの子の幼なじみなの。小さい頃はいつも二人で遊んでたわ。お互い隠し事なんてないくらい仲良しで、一緒にいろんなところへ行ってた。だけどある日すごい口喧嘩をしてね、それっきり。あの頃の作次郎は外の世界に憧れていた。稲妻はあの子にとって平穏すぎたんだろう。けどうちの圭介は小さい頃から俺たちみたいな穏やかな暮らしに憧れてた。子供というのはひょんなことから大喧嘩をする。作次郎はたった一人でここを離れていったよ。そうやったんか。圭介は何も言わないが、俺と母さんにはわかる。あの子は悲しんでるんだ。それなのに本心を口にできず苦しんでる。意地になってるのかもな。その後圭介は天領奉行に入り、めったに帰ってこなくなった。他のことなら私たちが圭介に頼めば助けてくれるとは思うけど、
作次郎のことになると難しいだろうね。そんな、こんな偶然ってあるか？そうやったんか。作次郎に帰ってきた理由を聞いても過ちを犯したからとしか言うてくれへんかったけど、そんな過去があったんやな。あいつの決心がつかへん理由がやっとわかった。幼い頃は親友だったのに、今は天領奉行と、その天領奉行に追われる身になってるなんて。わかった。それなら無理に頼んでも逆効果やろな。作次郎はうちらで何とかする。だから二人は気にせんといて。この件は作次郎と圭介の二人で解決せなあかんと思う。元通り仲良くなってくれるといいんだけど。もうこんなにも時間が経ってるんだ。過去のいさかいもそろそろ水に流すべきだろう。ユイミヤ、大変や。ついさっき天領奉行の人が大勢来よった。なんでや、まさかバレてもうたん？父ちゃん平気やったか？何もされてない？花火大会の準備で部屋中が火薬だらけやさかい、素人がいじくり回したら火事が起こるかもしれへんって言うたんやが、全然聞く耳持たんかった。作次郎がきっと中におる言うて。せやけど作次郎は事前に感づいて窓から逃げとる。天領奉行に捕まらんで済んだわ。あちゃん、参ったわ。作次郎まだ決心できてへんはずやのに。父ちゃん、どこに逃げたかわかる？このままやと天領奉行に捕まってまうで。せや、名前名前、急にここに来るなんてきっとあのケイスケって人や。やないと密入国で人大勢よこさへんやろ。いや、名前はわからへん。それに顔もよう覚えてへん。ただ向かった先ならわかるで、城出てったわ。名前は、ああ、よう聞こえんくて。名前なら聞こえたぞ。さっき知り合いのとこから鉱石を持ってくる途中ちょうど見たんだよ。先頭にいた人はケイスケって呼ばれてたと思う。やっぱそうやったか。おおきに。作次郎はまだ決心できてへん。このまま二人を合わせても問題が悪化するだけや。そないなったら取り返しがつかなってしまう。一緒に来てくれへんか。道沿いに手がかりを探すで。よいみや姉さん、フクロムジナを追い払う武器完成した。それなら龍之介おじちゃんに任しとる。こんにな、おね、せや、戻ってきたら雨。よっしゃ。それでな、聞きたいことがあるんやけど。見たよ、誰かを追っかけ。あのおっさんたち。いやいや、心配あらへん。あんたらはおとなしく城内におるんやで。うん、おとなしくしてるよ。公務中だ。この先は立ち。作次郎と圭介、この先にお立ち入り禁止だと。ほんま邪魔やわ。よっ。
公務を妨害するとはいい度胸だな。このような処理どこに逃げようと必ず中罰を。おっかないこと言うた割に無駄な時間を使ってしもた。この先におるはずや、行くで。その剣筋全然上達してないな。昨日お前に賞賛はないと十分に分かっただろう。最後に君の手にかかるとはね。負けを認めるよ。これも僕の運命、言い残すことはない。お前がこの国に帰ってきたのは好きに思うがいいさ。さあ天領奉行までこの船を作った者も待ち、そう簡単に突き放したらあかん。お互いに言いたいこともあるんちゃうか。見覚えのある顔だな。確か長野原家で花火を作ってる。おせっかいな。大丈夫だ宵宮、過去のことを語ってもどうしようもない。ならなんで苦労してまで稲妻に帰ってきたん。さ、こうやってちゃんと話したいからやろ。こいつと話すことなどない。お尋ね者と天領奉行の役人にかつての友情に免じて決闘の申し出を受け入れたまで。無か。なんでそないなこと言う。もうあんたの部下を見張り役に残して一人もここに近づけさせへんかったのは話す機会を望んでたからちゃうの。なんで二人とも話したいって顔しとるのに何も言わへんのや。お前の考えすぎだ。いいよ宵宮、このあかん。まだ何もできてへんやろ。今谷さん決闘に慣れとるんやろ。うちが勝ったら本音を吐いてもらうで。もう本心を隠すんはやめるんや。作次郎あんたもや。うちが勝ったら帰ってきた理由を言うんや。どんな結末になろうとも関係あらへん。絶対に言うてもらうで。こないな状況やないともう二度と言われへんかもしれへんで。もしお前が負けたら。負けたら作次郎と共犯やって白状したる。天領奉行の言いなりになったるわ。よいみや、その申し出受けよう。ただものじゃない。長官、もっと増援を呼んできます。下がれ。あ、はい。ここには近寄るなと言ったはずだ。全員下がれ。は、申し訳ありません。お前という娘は昔の。どうして俺たち。それは作次郎が帰ってきた時あんたのことは言わへんかったけど、あんたの父ちゃんと母ちゃんから作次郎とのことを聞いた。やったら話すことなどないちゃうやろ。孤独を感じるために花火を咲かすわけあらへん。実はずっと迷いを抱えながら帰ってきた。昔の考え方が変わったわけじゃない。ただ僕はモンドの自由を、リーユへの契約を、スメールの知恵を、フォンテーヌの正義を見てきた。どれも僕にとって感慨深いものだったよ。稲妻を離れたことを幸せに思った。僕は逃亡者だ。でもその逃亡を英断だと思っている。そして未だにここを変えたいと思っているのか。いや、もうそんな大層なことは思っていない。今はただあの時逃げた自分。君は逃げていないのに。僕の心にはしこりがある。そして運命に導かれるか。ライデン将軍に憧れ
あのお方の言葉を胸に。だが今やっていることは鎖国令に反するものを裁いたり神の目を回収したりすること。こんなことのために天領奉行衆に入ったわけではないというのに、俺は正しいことをやっているのだろうか。船は見逃そう。え？お前をこのまま稲妻に残すことはできない。でもそんなことして上に。俺を気にする必要はない。今の時代、国外にいる稲妻人が帰ってくるには複雑な手続きが必要だと聞いた。お前に手を貸そう。道中死ぬなよ。安心してくれ圭介。また君と花火が見たいからね。ああ、また会おう。左遷は避けられないだろうな。俺もいい年して何をしているんだか。作次郎が逃走に使おうとした船だ。金製品臨時保管ということにして部下たちにここへ運ばせておいた。作次郎をここまで追い詰めたのも俺の計画通りさ。宵宮の言う通り、当時の俺は決心できていなかった。でもそれでええと思うで。その本音を全部口にすることで心のわだかまりがやっと解けるんや。ああ、今ようやくわかったよ。礼を言う。お前は思ったより頭が回るようだ。うちはあんたの両親と仲良しなんや。父ちゃんも母ちゃんも優しい人やろ。長野原家の跡継ぎの噂は前々から耳にしている。おしゃべりな割には侮れない人物だとね。そうだ、俺が子供の頃に見た花火、長短冊がないと無理や。その短冊は作次郎が持っていてもうた。そうか、ならいい。そうへこまんといて。さっき言うたやろ、作次郎が帰ってきてすっ。あんたのためには作れへんけど、作次郎の花火ならあるで。ありがとう。気にせんといて、花火大会に遅れへんようにな。さっきの宵宮すごく強引だったな。うちはおしゃべりが好きやさかい、言葉には不思議な力が宿っとるって信じとるんや。会話せんと何も解決はできひん。ずっと問題は残ったままや。それで作次郎と圭介は昔のようには戻れへんけど、さあ行こうか。花火を見るにぴったりの場所があるんや。あんたらの花火は父ちゃんがうちの代わりに打ち上げてくれるで。あれは、圭介。そうだよ、宵宮、お前にとって花火って何なんだ。宵宮し、今回の花火も泣けるほど綺麗やったわ。あれ、ほんまに泣いとるかも。目元が濡れとる。せや、最初に打ち上げられたやつ、あの金色の大きい花火は見たか。あれが父ちゃんに頼んであんたらに作った花火や。おお、ひときわ迫力があったから覚えてるぞ。それならよかった。
あんたらの記憶に残るよう頼んだからな。どこへ行っても何があっても、不安を感じたり疲れたりしても、今日の花火を思い出せることを願ったる。きっと時が深まるほど、この花火はあんたらの心で綺麗になっていくことやろ。せや、あんたらもすっかりうちのお客さんやな。ほな、この短冊を受け取り。また今時期の花火が見たくなったらいつでも来てや。でも花火を見てる時の宵宮はまるで別人みたいだったな。ずーっと黙ってて何も聞こえてないみたいだったぞ。実は聞こえてたんや。ただ花火を見てる時は何も喋らへんのがうちの癖でな。自分の作ったもんが空に上がるのを静かに見送る一種の儀式みたいなもんや。さっきうちにとって花火は何かって聞いたやろ。ああ、船を用意してくれた光一にとって花火は友情を記念するもの。圭介の両親にとって花火は結婚を記念するもの。そして圭介と作次郎にとって花火は、そうだそうだ、うちにとっては、せやな、正直言うて考えたことあらへん。よう分からんわ。え、てっきりすごい答えが返ってくるかと思ったのに。今まで聞かれたことあらへんかったし、大して気にすることでもないと思うてな。たまたま長野原家に生まれて、たまたま父ちゃんから技術を学んだ。ほんでたまたまみんなと知りようて物語を聞いて、大切な思いを花火に込めとることを知った。ほんの一瞬で消える花火は将軍様が求める永遠からいっちゃんかけ離れとるもんや。せやけどみんなの思いは消えへん。それが花火の存在する理由や。誰にも求められへんかったら花火は消えてまう。みんなが花火に思いを寄せとる限り長野原はあり続けなあかん。やないとみんなをがっかりさせてまうやろ。うち複雑なことを考えるのはあんま得意やないけど、長野原家に生まれてぎょうさん綺麗な花火を作れてほんまに誇らしいや。稲妻城で過ごす日々も悪くないな。でもそろそろトーマと綾香が言った次の行動に移る時だよな。まずは木漏れ茶屋に行って準備ができたらあいつらに会いに行こうぜ。